町の人を助けないと。ダークキューブと戦う準備はできた？もう同じ手は食わないよ。ああ、今度は全員揃ってるしな。楽勝よね。ちゃっちゃと倒しちゃおうぜ。私たちが勝利する確率は計算なんか必要ないよ、ベイマックス。僕たちが心をつなげれば強さは無限大だ。ああ。その心の強さ試してやる。あと少し。何を？このガラクタを通して集めた心のデータ、理由なく襲われる恐怖、逃げ場のない状況に追い詰められた絶望、仕返ししたい怒り。心はそれだけじゃない。勝利の喜び。仲間との信頼。心のつながりは希望だ。その通り。だからお前たちと戦わせてデータを集めた。まもなくこれは完全な心となる。戦いから心を生み出すなんて、そんなことできるわけ。何にだって心は宿る。ソラ、お前が言ってたことだぞ。さあ、仕上げだ。心を人形に移そう。今度は何？ダークキューブの一種かしら。でもさっきのより弱そうだぞ。油断しないで。分かってる。それはベイマックスだ。何言って。もしかして。ベイマックス。無駄だ。この人形は心をなくして眠り続けていた。人形じゃない。ベイマックスは大切な友達だ。お願いだ、ベイマックスを返してくれ。ああ約束通り元に戻して返してやるさ。だが、まだ足りない。ソラ、お前が完全なものにしてやってくれ。どういう意味だ。大切なものを失う悲しみで心は満たされる。ソラ、お前はヒロの大切な友達を倒すことになるのさ。待て。ヒロ。あっと。ヒロ。
ヒロ、俺たちどうすればいい？ベイマックスは大切な友達だ。でもあのチップだけじゃダメなんだ。前にも僕は間違いを犯しそうになった。人を傷つけるベイマックスなんて兄さんも望まない。ソラ、あいつを倒そう。うん、でもヒロはゴーゴーたちを頼む。あいつは俺たちに任せて。 ありがとう。しまった。ソラ、ベイマックスと一緒に。わかった、ベイマックス。行きましょう、ソラ。
痛い。私はベイマックス。あなたの健康を守ります。ベイマックス。